こんにちは。タブーされている性の知識を大人に広める協会理事長の夏山です。滝本です。今回は大人のラブタイムにすると女性が幸せになるテクニックです、うん、大人のラブタイムっていうのは性行為のことなんですけど、その時に女性がされると幸せになるテクニックを今回ご紹介しようと思います。おそらく男性の皆さんが一番知りたいのは、どうやったら女性が気持ちよくなるのかっていう物理的なテクニックだと思うんですけど、本当に大切なのは女性が幸せになるテクニックなんですね。もちろん愛撫の仕方とか挿入の仕方とか、そういう物理的なテクニックもめちゃくちゃ大事なんですけど、女性が幸せになるテクニックがあった方が、その物理的なテクニックの良さが何倍にも跳ね上がるという感じです。これは生物的に女性は安心してからでないと興奮ができないという性質があるからです。大切に思ってくれてるんだとか、ちゃんと愛してくれてるんだとか、そういうことが実感できた方が、女性は身も心も男性に預けやすくなって快感度が大きくなるんですね。で、竹本の体感的に答えてほしいんやけど、うん、男性からそういう、ちゃんと大切に思ってくれてるんだとか、うん、幸せが実感できるような性行為をしている時と、うん、そういうのが伝わらない時の行為では、同じ愛撫をされた時ではどのくらい快感度に差がある、数値化するのちょっと難しいけど、されてない時が1だとしたら、されてる時は2億ぐらい。あ、2億ね。ぐらいかな。だから正直やっぱり大切にされてないなっていう風に感じちゃったら、ゼロだよね。そうだよね、気持ちよく感じられないし、むしろ嫌だなって思うぐらいの感じ。そっかそっか、むしろマイナスぐらいになるなるなる、はい、ということだそうなんですけど、おそらくほとんどの女性がそういう風に感じてると思います。で、どういうことに幸せを感じるのかっていうのは人それぞれもちろん違うんですけど、今回は私夏山が5年以上女性用風俗セラピストとして働いて、たくさんの女性から聞いたものをまとめました。女性からするとめちゃくちゃ愛が深まって嬉しい行動だと思いますので、ぜひたくさん使ってほしいなと思います。このチャンネルでは毎回大人に向けた日常に役立つ性知識を発信しておりますので、まだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。幸せになるテクニックその1、手をつなぐ。もうこれは絶対に万人受けするテクニックだと思います、手に相当なコンプレックスを持ってる女性だったらもしかしたら嫌かもしれないけど、でもそういうコンプレックスを抱えてる女性であっても、男性がその手自体をちゃんと愛すと嬉しいと思う、もうね、とにかく行為の時はできるだけ手をつなぐっていうことを意識した方がいいよね。絶対いいよ。そうで、手をつなぎにくいシチュエーションとかもあると思うんですけど、その時は相手の体に手のひらを触れておくだけでも十分効果があります、これは触れていると幸せホルモンであるオキシトシンがじんわりと分泌されていくからなんですね。行為中に手を握られたりとか触れられてたら、やっぱり幸せ感じるよね。あとね、やっぱ安心する、すごく、手の置き場って困るんだよね。だからそういう時に触れていいのかなっていうのも考えるし、そういう時相手の方からグッて握ってくれてたら、やっぱすごい安心する、幸せになるテクニックその2、痛くないか寒くないかを気にする。これは正直テクニックと言っていいのかわからないんですけど、やっぱり男性のそういう気遣いをしてくれてるっていう姿に、女性は愛を感じたり幸せを感じると思うんですね、嬉しいよね、やっぱ。いや、嬉しいよ、そう、基本中の基本ではあるんだけど、やっぱりね、気を使ってくれてるっていうことがすごい嬉しいんだよね。で、大抵男性の方が暑がりだからさ、自分は暑いのにこちらの快適な気温に合わせてくれて、もう汗だくになってる姿とか見るとすごい愛おしくなるよね。なるほどね、うちは暑いのに合わせてくれてるっていう風になって、そう、やっぱね、体が冷えちゃうと感度が落ちちゃうし、あと普通に風邪ひいちゃったりするので、裸になった時は室温は寒い人に合わせた方がいいことは間違いないんですけど、その快適な環境を優先してくれてるっていうことがやっぱりすごく嬉しいです。そうだよね。で、痛くないかどうかの確認も、一言二言でもその行為の中にあった方が絶対いいよね、関係が長くなってお互いのことをきちんと知り合っているカップルだとしても、ちゃんと毎回聞いてくれた方がいいと思うよね。聞きすぎるっていうのはちょっと違うかなとかも思うしこともあんねんけど、幸せになるテクニックその3、名前を呼んで好きという。
これ察してほしい人、言ってほしい人っていう以前出した動画でも解説しているんですけど、女性は特に好きという言葉を言ってほしい人が多いです、うん、わざわざ口に出さなくても伝わるでしょうではなくて、きちんと言葉にして言う必要があるんですね。じゃないと伝わらないことってやっぱ多いよね、うん、基本みんな自分が基準で考えてるから、相手がどんな基準を持ってるかっていうのは言葉に出して伝えないとわからないんだよね。でそんな中、きちんと名前を言って好きっていう風に伝えてくれたら、これ以上なく好きな気持ちが伝わるのですごく嬉しいです。うん、やし盛り上がるよねやっぱ、うん、まあ、ただ注意点があって、うん、その恋人じゃない方と性行為をするときはトラブルの元になるので、それは控えた方がいいよね、うん、ダメだよそんな気持たしちゃダメだよそうだよね、うん、その場は盛り上がるかもしれないけど、うん、後々トラブルに発展すると思いますので、うん、そこは注意してください、うん、幸せになるテクニックその4、相手が気持ちいいときに気持ちいいねという、これはかなり高度なテクニックなんですけど、相手がもう 100% 気持ちいいっていう風に分かっている時にだけ使えるテクニックです。気持ちいい状態で気持ちいいねっていう風に言われると、女性からするとなんで分かるのみたいな感じになって、感動する上に背中を押されるような気持ちになって、より気持ちよさが増していくんですね。気持ちいい時に気持ちいいねって言われると共感されてるように感じるんですね。で女性は共感されると満たされることが多いので、この一言は分かってるよ、もっと良くなっていいんだよっていう風に全てを受け入れてくれてるような感じがするので、すごく幸せを感じます。であと営み中に気持ちよくなってる時って、お風呂に入った時にあー気持ちいいっていう風に感じるの感覚とちょっと違って、あどうしよう気持ちいいみたいな感じの、ちょっと焦ってるような感じになるので、そんな中この同調するような感じで気持ちいいねっていう風に言われると、なんかうんうんって素直になっちゃう感じ、うん、なのでキュンとしちゃったりします。うん、そうだよね、まあ、ただこれ本当に難しいのが、相手が気持ちよくなってない時に言っちゃうと、うん、もう一気に引かせてしまう、 もうただの勘違い野郎になっちゃうから、そこは注意が必要だよね。そうそうだからね、まあ、やるとしたらその初めての相手とかじゃなくて、まあ、何回かちゃんと体を重ねて相手の好きなところとか好きな触り方とかが分かってる状態でやった方が無難です幸せになるテクニックその5、男性から気持ちいいという、まあ、これは男性の方も気持ちが分かると思うんですけど、自分が与えた刺激に対して女性が気持ちいいっていう反応を示してくれるとすごく満たされると思うんですね、うん、でこれはもちろん女性も同じで、女性もやってくれたことに対して男性が気持ちいいっていうのを伝えてくれるとやっぱ嬉しいよね、うん、いや嬉しいよ。相手が満足してるかっていうのが分かると、やっぱ自分も達成感みたいなのがあるし、そうすると満足感も高まるんだよね、うん、幸せ感もある、うん、うんうんうん、そうなので、もしその相手がしてくれたこと、もしくはまあ一緒に挿入の時とかね、自分が気持ちいいなって思ったら素直に相手に伝えるっていうのがすごい大切になってきます。ただしこれは嘘はつかない方がいいと思います、うん、思ってなかったらもちろん言わなくてよくて、思った時にだけ言うことでよりそれが相手に伝わって相手も満たされるようになります、うん、幸せになるテクニックその6、終わった後にギュッとハグする、まあ、これ賢者タイムが強い方はもう本当頑張りどころと言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、そこで頑張った方が次にはつながるし、うん、女性も幸せ感じるよね、うん、やっぱりね、する前に優しくしてくれるのはね、まあ、たくさんあるんだけど、した後にも優しくされると、あこれはしたくて優しくされてたわけじゃないんだな、本当に私のことが好きで優しくしてくれてるんだなっていうふうに思えて嬉しくなります。女性は恋の後はオキシトシンが高まっている状態なので、恋後に優しくされたり、あと将来の話をされたりするとより満たされるし、この満たされ方をするともうこの人以外のところには行きたくない、この人についてくっていうような感情が働いてきます。そうだよね、以前出したさ、恋後にされると別れを考えるっていう動画でも話したけど終わった後にすぐポイってされてすぐシャワー行かれると、うん、まあ悲しいっていうか別れるよね悲しいよそりゃ終わった後はギュッ
とハグされてピロートークしたいよね。そう、ホルモンのね、性質的にはね、うん、はい、ということで今回は大人タイムにすると女性が幸せになるテクニックについて話してきました。今回ご紹介したものは全て技術がなくてもできることですので、ぜひ明日から即実践してみてください。で、今回は女性が幸せになるテクニックについてだったんですけど、論理的な、もっと技術的な、物理的なテクニックを含めた話は性知識アカデミーで8割セックスという教材に記載しております。こちらは6月末まで期間限定で割引中ですので、ぜひ今のうちにご参照ください。概要欄に貼っておきます。はい、ということで今回は以上です。この動画が少しでも参考になったよと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。